言いましょうか。そういえば名前の由来ちゃんと話してないな。そう、ここがね多分ね修正されてる。前に大学受験を目指している人気アイドルの受験企画番組などを例に継続させるため魅力のある企画を出していく方針だという。ハローでは始まりました。マキタチャンネルです。今回はですね、ただ呼びのウィキペディアページができていたので、そちらの方をチェックしていきたいと思います。果たして書いてあることは正しいのでしょうか。周りの人言われたんですよ。すごいウィキペディアページまで作ったんですねって言われて、いやいやウィキペディアページって僕らが作るものじゃないですから。まあ、どなたかが作ってくださったものです。だから僕が書いてるわけではありません。ありがとうございます。さらにね、驚いたのは、ただ呼びって検索すればウィキペディアってすごい高い位置に出てくるので、わーすごいってびっくりしたんですけど、ちゃんと内容も更新されてんですね。驚いた。そう、これ、あ、動画撮ろうって思って見たら、前に書いてあったことと内容が変わってる部分とか足されてる部分があって、うわ変わるんだと思ってね、ちょっとびっくりしました。だ、動画内ですか、こういう風に言われてますけど、そうじゃないですよって言ったことがちゃんとウィキペディアも変わってた。だから、うわすごいと思って、はい、非常にありがたい。ただ呼びは株式会社レッドクイーンによって運営される日本の大学受験向けのインターネット予備校。合ってます。その通りです。はい、動画配信サイト YouTube 上に行って無料で授業動画の配信を行っているヘッドマスター校長は吉野圭介が務める。はい、その通りでございます。で、ちゃんとね、引用元もね、ちゃんとすごい書いてあるよね。1がビジネスジャーナル、2が日刊スポーツ。日刊スポーツすごいいっぱい書いてあったよね。3が東京 FM。そうそう、この東京 FM のラジオ出たやつ、記事みたいなのになってるって知らなかった。高橋みなみはこれから何する？聞いていただいた方ありがとうございます。あれ聞いてくれて、連絡くれたメディアの関係者の方々もいらっしゃるということで、ありがたいです。で、トースポ、e カウント。あ、僕の YouTube もね、リンクになってますね。今後について。あ、キャストダイス TV のも。出てますね、僕が出たやつ。スポニチ、ケンブリッジの、あ、僕がインタビュー答えてるやつですね。セルタ取った時に、あの英語教授法の資格です。そういうのも出てるんですね。続きいきますね。概要、名前の由来は YouTuber を介した無料の予備校であることから。あー、名前の由来言いましょうか。そういえば名前の由来ちゃんと話してないな。そうそう、アツエゴのアツさんとコラボした時、名前の由来話しましょうかって言って、結局話さずじまいで終わっちゃったな、あの動画。アツさんごめんなさい。ただ呼びのですね、名前の由来はですね、ちゃんとあるんです。もちろん無料の予備校であるっていうのはあるんですけど、最初はね、YouTube 予備校で行くかもしれなかったんですよ。で、ただ僕自身はその YouTube 予備校でもすでにあるので、うちの動画にも出てもらった松原さんがやってるので、YouTube 予備校っていうのは。だから YouTube 予備校っていうのは使えないですよっていう話をしたんですよ。あとは、そのマーケティングやるプロの人たちと集まった時に、その CM 作ってくれてる会社の人ですね。うちのあの、ただ毎日ただのですね、CM を作ってくれている会社の人たちと喋った時に、 YouTube 予備校っていう名前は YouTube っていう検索もいっぱいされるし、予備校っていうワードも検索されるから、検索ワードとしてはあまりよろしくないと、別のものが出てきてしまう可能性もだいぶ高いって言われて、だからあまり使われてない言葉で作った方がいいって言われたんですね。面白かったのが、吉野先生が自分の講座には必ずパピプペポを入れるって言ってたんですよ。そうだと思って、ほらパワーアップ古文ってパついてますよね。パワーアッププついてますよね。センター試験のやつだと古文スペシャルのペ入ってますね。ヨゼミ時代の講座にはスーパーってついてましたよね。で、だから著書にもスーパーって入ってるのが結構あると思うんですけど、そうだからこの丸とか点がついてるのを入れたいっていうのもあったんですよ。あとはマーケターの人が言ってたのが、4文字がやっぱりいいと。キムタク、キムタツ、森鉄でもそうですけど、やっぱ4文字のものがいいっていうので、そこで出たのがただ呼びだったわけです。なんでそれで会議で決まったって感じです。で、ただ呼びってなると当然今度はですね、カタカナにするかひらがなにするかっていうのがまた出てきたわけですね。一番最初に浮かぶのはカタカナだと思うんですけど、ひらがなの方が柔らかいイメージだし、あとは僕のその検索ワード森鉄っていう、最近ひらがなで全部出してるじゃないですか。今までアルファベットで出してたんですけど、それで検索する人ってほぼいないんですよ。で、自分のイメージとしてはアルファベットの森鉄とカタカナの森鉄だったんですけど、もうほとんどの検索ワード、僕の YouTube のチャンネルにたどり着く検索ワードの1位がひらがなの森鉄なんで、だからやっぱひらがなで検索されることが多いんだなって思ったから、ただいまひらがながいいと思いますって言ったんですよね。あ、じゃあこれにしましょうって言って決まった感じです。はい、 Wikipedia に加筆されるかな、これね。続きいきますね。はい、大学受験のための予備校の
授業料を無料化することを目指している。社長の吉永はこのことを視聴者全員に奨学金を出すのと同じと表現している。日刊スポーツに載っているのかな。その日刊スポーツの時僕いなかったんで取材のところ。また後者の森田は大学受験生に限らず誰でも無料で見られることをメリットとして挙げている。そうですね、大学受験をする人だけじゃなく、まあ、誰でも見ることが可能ですよね。でスマートフォンを用いて場所に縛られず授業を受けられる中で90分座って授業を受ける時代ではもはやないとの考えから、何回でも見直せるよう効率よくして授業形式は10分程度でまとめられている。長い日本語だな。まあそうですね、10分程度でまとめられるように頑張りました。そう昔から言ってたんで、吉野先生も僕もそういう授業にした方がいいって今の時代はっていうのは言ってました。もうコメントによく来るじゃないですか、 1.5 倍で見てますとかね、 1.5 倍で見ると安心感とか言って。そうなんですよ、だから90分授業でも 1.5 倍で見てる人ってすごくいっぱいいて、つまり90分見てないわけですよね。で YouTube から得られる広告収入のほか、まだ入ってないですけどね、教育への貢献という CSR の一環としてスポンサーになる企業からのタイプ収入によって事業を成立させる見込みだという。 CSR、 企業の社会的責任、コーポレートソーシャルレスポンサビリティだそうです。森田哲也と吉野圭介は東進ハイスクールなど大手予備校で教鞭を務める中で教育無償化に対して思いを巡らせてきた。特に吉野先生だと思います。吉野は世の中すべてが不平等な中でせめて大学に入るまでの教育は無償にできないかというのをずっと考えてきた。教育の無償化を実現するために2007年に自民党から出馬を検討し、出向していた代々木ゼミナールを退職するなど準備を進めたが政局の状況から断念した。さあ、そう教育の無償化なんてそんなの嘘だろうとかって言ってる人いるかもしれませんが、ちゃんと当時の吉野先生著書に書いてありますね。いわゆるあのマニフェスト、それで出る予定だったんですが、まあ第一次ね安倍政権でもうとんでもないことになっちゃって出馬できなかったんですよね。出てもどうやっても勝てないっていう状況になって、結局ね民主党が勝った時だって言ってました。その時もしね政局が良かったら本当に国会議員になってたんでしょうね、多分ね。都会と地方の教育環境の格差が大きいと話し、その中で森田が YouTuber として活躍している中で YouTuber でなら無料で授業ができると知ったと。森田も公開授業など地方へ行く中で都会との情報格差を感じ、なくさなければならないと感じたという。これは本当ですね、地方との情報格差はすごい、めちゃくちゃある。まあ、東大新聞のインタビュー受けたのもこれに関してです。地方の格差すごいよ、やっぱり。そう、ここがね多分ね修正されてる。前にそう僕が吉野先生を誘ったみたいな形で書かれてたんですよ、ここの部分。そうです、僕が誘ったわけではありませんね。いろんな動画や雑誌でも言ってますけど、まあそっちの方がかっこいいのかなと思った。最近吉野先生を動かしたわーみたいな感じでいいのかなと思って、なんか訂正しなきゃよかったかなとちょっと思ってます。いや本当に多くの人がそう思ってますね。未だに周りの予備高校生とかもすごいね、吉野先生を動かしたんだねっていっぱい言われた。と吉野は以前から社長の吉永雅人と家族ぐるみの付き合いがあった株式会社レッドクイーンと約1年前から YouTube での予備校というシステムについて話を進める。1年前からではないでしょうね。いろんなことについては喋ってたけど、 YouTube の予備校ってなったのはもっと最近です。まあいろいろ話してますけど、いろんなプロジェクトが話が進んでて手伝ってくれってずっと言われてて、最終的にあの YouTube っていうところに決まりました。で僕はさあ、じゃあ YouTube だったら協力できますと、僕自身もどちらにせよ自分一人でやる予定だったんで、別にその YouTube で授業するのはあのお金儲けのためではないので、ああ全然いいですよ、その無料でやりますと。ただまあそうね、あの知名度は絶対に上げてもらわないと困ると。吉野は1年前から投信に次年の契約は結ばないと告げ、円満退社を迎える。円満かどうかはご想像にお任せしますとか言って、で森田は自身の YouTube 活動の中で都心とすれ違いが生じていて辞めることとなった。うまい書き方。社長の吉永によれば、大学受験を目指している人気アイドルの受験企画番組などを例に継続させるため魅力のある企画を出していく方針だという。これ実現したらすごいよね。外に出られないのでね、今ね。やるんだったらもう1秒でも早く勉強始めてほしい。そのメンバーを選ぶみたいなこともできないじゃんね。ドラゴンホリエとか時間ない中やってましたけど、そういうのはなるべく早く始めて、その出てくれる人早く決まって早く勉強始めてほしい。あ、年表がある。2020年4月1日土曜日が発表。4月6日新型コロナウイルス流行予防のため全国各地で学校は休校になる中でサービス開始。あ、まあまあまあ事実ですよね、それはね、はい。
講師一覧、他教科に関しても授業を行えるようにするため講師オーディションを行う予定である。そうですね、これもね、だから今の状況で何も動けなくて困ってます。ミシェル圭介は立ち上げに関わる、例えばヘッドマスターを務めると、古典を担当、30年間代々木ゼミナルや都心ハイスクールで筆頭講師として活動していた。森田哲也、立ち上げに関わると、英語を担当、都心ハイスクールで講師として働く。河合塾講師、第二言語として英語を教える時の教え方に関する資格であるセルターを持っている。そうです、ことを生かして日常的に英語を使えるようにならない、旧態依然な英語教育を続ける日本ではあまり一般的ではない方法を用いて授業を展開していくとしていて、具体的にいろいろと単語を置き換えて文章を覚えていくパターンプラクティスに重きを置いている。そこもいろんな動画で言ってると思いますが、やっぱ文法を教えるプロはいっぱいいるし、同じようにやってもただただモノマネだモノマネだって出てきちゃうから、そこにやっぱ自分の味を加えるって言った場合にやっぱ使えるようにするっていうね、ずっとやろうと思ってたことですね。昔からずっとやりたかったことを混ぜる感じだと思いますね。分かってます、そのマニアックなことをやった方がもっとうわーって視聴者はなるんですけど、なるべくそれをやらないようにこう自分を抑える感じ。そう、セルタってね、ダメなんですよ。知識ひけらかしちゃいけないので、先生が。そうじゃなくて、生徒たちがこう自分でできるようになっていく、そういった授業を展開しろっていう、ね、ものなんで、まあ、パワーポイントのスライドを全部教材で出してくださいって言うんですけど、英語に訳してっていうのをパッパッパッパやるじゃないですか、授業中。そこができなくなっちゃうんで、そこを載せちゃうとネタバレになっちゃうので、できないんですよ、全部は。すいません。ちょっとね、ライブ配信やるかもしれません。この家でやるかもしれないので、その場合はテストしたりすると思いますので、お付き合いください。まあそっか、自分のチャンネル8万人突破した記念ライブもちょっとやりたいですね。はい、ということでした。 Wikipedia ページ作っていただいた方、本当にありがとうございます。まさかね、自分が Wikipedia 乗る日が来るとはですね、思ってもいなかったので、ありがたい限りでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.